トヨタのノアボクですね、ホンダのステップワゴンに続いてトヨタのノアボク氏もフルモデルチェンジ発表されました。はい、まあ、トヨタの、ね、ノアボクの方はもう詳細の情報も出ているというところですね。はい、で、まあ、燃費の方もね、これ前にあの動画開けたかと思うんですけど、ノアボクは結構進化するぞと、進化する余地があるぞというところですね、言ってたんですが、おおむね予想通りという感じですかね。ただ GC0 ラージモード燃費は、ね、公開されてないので、 WLTC だけなんで、ちょっと比較はあんまりできないと思うんですけど、ね、ステップワゴンがね、先代のステップワゴンはリッター20で、僕はリッター23かな、燃費がいいグレードだと 23.2 とかってあると思うんですけど、結構ね良くなってるかなというところです。でステップワゴンはね、まだ公開されてないですけども、おそらく燃費21から22の間ぐらい、良くて22かなというところで思ってますね。そんなにね先代から燃費が劇的に上がるっていうことはないと思います。で、ノアボクね発表されて、デザインはねいろいろ賛否両論あると思うんですけど、個人的にはね、いいんじゃないですかね。私はやっぱりノアですね。どっちかって言ってノアのグリルの色とボディの色が同じやつの方がいいですね。オラオラ系はあんまり好きじゃないんで、私個人的にはね、あのデザインとしてはセレナ E パワー、初代というか、あのセレナ E パワーのモデルチェンジする前のやつがすごく私はミニバンの中ではデザインが好きなんですけど、売れてるんでいいんじゃないですかね。でですね、トヨタのハイブリッドで 1.8 リッターエンジンの新しい世代っていうのが、プリウスよりも先に出たのかなというところですよね。で、ちょっとその辺の、ね、組み合わされてるモーターも、プリウスよりもちょっと出力が高いモーターですので、前のノア僕はね完全にスペックがちょっとそのプリウスとパワートレインとしてはほぼ一緒だったんで、ギア比とか違いますけれども、組み合わされてる、ね、エンジンとかモーターとかバッテリーのスペックってほとんどプリウスと同じだったと思うんですけど、その辺がね、1段階上のものモーターの出力なんか結構ありましたね。スペックはね結構上がってると思います。特にパワートレインに関しては、だから燃費が良くなっただけじゃなくて、そういうパワー面でも結構良くなったんじゃないかなと、進化したんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから結構期待できるんじゃないかなというふうに思います。ステップワゴンはおそらく先代よりは出力は落ちるんじゃないかな。てか先代がねもうスピンしちゃうぐらいね、もうトルクありすぎるって感じだったんで、バッテリーの容量は落ちないかな。バッテリー容量は同じにしてほしいんですけど、個人的にはね。だけどちょっとその辺もわかんないんですが、でもステップワゴンはおそらくあれよりもね、そのスペック的に最高出力とか上がるってことは考えにくいですね。あれよりも下がると多分思います。それは先代と比べてって感じなんで、ステップワゴンはね先代がめちゃくちゃすごかったんで、別に下がっても全然そんなにマイナスなポイントじゃないかなっていうふうに思いますけどね。で逆にノア僕は先代がしょぼかったっていうのもあるんで、そういうスペック面に関してはね、前の動画で言った通りその回生が不十分っていうところで、バッテリー容量的にも、あの車体であの車重であの容量かっていうところで、ちょっとその辺は明らかにね、回生不足、特に多人数乗車の時に、明らかな回生不足って感じるだろうっていうところで、その辺は今回のでようやく適正値になったという車重とそのバッテリー容量の比が良くなったっていう感じ、バッテリー容量とかモーターの種類とかねっていうところで思ってはいます。はい、前回のがちょっとスペック的にはあんま魅力的じゃないし、私もねこの動画でこのチャンネルでノアボクって、レビューしてないじゃないですか。で一回ちょっとねレビューしようかなっていうふうに思ったことあったんですけど、シェアカーでもね、ボクシーかな借りれたんですが、でもねあんまり乗り気しなくてやっぱり借りなかったんですね。やっぱスペック的に全然魅力的じゃないんで、現行のノアボクは。だけど、次のノアボクはねぜひね、シェアカーかレンタカーか分かんないですけど、ノアボクはねぜひ新しいのを試乗したいなというふうには思っております。で、あとはねちょっとこれは別にノアボクに限らない話なんですけど、ふとね思ったのが、やっぱ自動車業界ってすごいなっていうふうに思いました。これはトヨタだけに限らない話なんですけど、やっぱ価格は若干ね、先代よりも上がってるかもしれないんですが、ちょっと上がってるかな。でも、先進安全装備とかって増えてるし、納得がいくような価格の上がり方をしてますよね。
でこれって結構すごいことだなと思って、今どんどんこう日本でね、他国と比べても成長は明らかにしない、他の先進国とか、まあ、それこそ中国なんかと比べれば全然その成長してないんですけど、まあ、そんな中で、まあ、国際競争力を自動車に関しては全然失ってないなというのはすごく思いますね。だから他のね家電とか、まあ、家電だったら、まあ、家電そうですね、まあ、最近はやっぱりそのスペックはそのままで価格が上がる、もしくは価格が同じでスペックダウンっていうのが、でこれは私あの自転車業界よく調べてるんで、まあ、自転車なんかすごいそうなんですよ。あのもうね、自転車はね2010年ぐらい以降から、2015年以降ぐらいかなからもう確実にスペックが下がってます。同じ値段だったら基本的にスペック下がって、でスペックが変わらない場合はほぼ値上げを徐々にしてきてるっていう感じですね。まあ、メーカーによってそれこそ中国生産に依存してたらそういうのはすごく顕著だったりするんですけど、うん、まあ、あのでもとにかくね、見えないところでいろいろコストダウンを測ってると、でその辺が、まあ、ちょっと詳しい人間になったら、あ、ここでコストダウンした、ここでコストダウンしたなとか、あ、これ去年のモデルのが良かったなとかっていう、もう基本ね、あんまりスペックが上がるっていうのはまあないんですね、正直言って。まあ制御とかそういう部分でブラッシュアップされたとかっていうところはあるんですけど、使ってる素材とかっていうのはどん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 こう品質を下げてる、まあ微妙にね、もちろんその下げてるって言っても大きく下げてるわけじゃないんで、あのまあ実用に耐える範囲なんで、別にそんなになんていうか実用上問題があるわけじゃないんですけど、うん、だけど結構ね、もうなんていうかな、やっぱりね、日本はこれからどんどん貧乏になっていくんだろうなっていうようなことを思っちゃう感じなんですよね、うん、だけど自動車業界だけ見てたら全然それを感じさせないですよね。で特にトヨタ、まあ、ホンダもそうかもしれないけど、トヨタなんか本当に、うん、価格、いや、あの感じの、あの、なんていうかな、性能の上がり方だったらもうちょっと価格上がるってもいいんじゃないかって逆に思っちゃうくらい、でもそこを価格をあまり上げてない、まあ、あの先進安全機能とかが十分になった、まあ、そこのプラスだから、ちゃんとその価格に見合った、まあ、機能に見合った価格の上がり方しかしてないんで、そこら辺がね、自動車業界ってやっぱり強いなというか、うん、やっぱ日本の本当に国を挙げるね、産業、国のすごい柱となる産業なんだなっていうふうに改めて思いました。私はね、もともと自転車のレビューをしたくてこの動画始めたってところから、まあ、その辺ね、ちょっと自転車業界と車の業界っていうのをいろいろね比較することがあるんですけど、うん、そこはね本当にやっぱり自動車業界すごいなっていうふうに思います。まあ、今後ねこの状況がずっと続くかっていうと、まあ、私は続かないっていうふうに予想してはいるんですけれども、まあでもね、そうは言ってもやっぱり、うん、まあ、特にトヨタなんかは、まあしばらくは安泰なんじゃないかなというところで、まあ、その辺は本当にね、すごいなっていうふうに、今回改めて思いました。はい、ということでね、ノアボクはぜひ、まあ、ノアボクはっていうかステッパーゴもそうなんですけど、あのミニバン、そうですね、新しく出たミニバンに関してはね、レビューを何かしらでしたいなというふうに思ってます。まあ、ノア牧師は先代はね、先ほど言いましたようにあんまり個人的に魅力じゃなかったんで全くレビューしなかったんですけど、新しいノア牧はぜひね、まあ、ちょっとレビューしたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回はトヨタの新型ノア牧師が発表されまして思ったことをお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。